食え。無事、予選は通ったみたいね。うん。もちろん。これで2人とも数十人のプレイヤーが一定以上の距離で配置。最初のポジションがデスガンの近くだったらいいんだけどな。さっきのラフコフ、ボロマンドも決勝に出て。どうしたのキリト？さっき会ったラフコフの男の声。 SAO で会ったこと？いや、もっと最近なんだ。ボソボソ喋っていたから気づかなかったけど、あいつの声デスガンに似ている。キリト、デスガンの聞く丘が偶然録音されていた音声ファイルを入手していたんだ。あっ、まさかラフコフのメンバーが。おそらく。そしてあのボロマンドは俺のことを覚えていた。 SAO のキリトだと知っている。ただのヒラメンバーではない。おそらく上級幹部か。ダメだ、俺はあいつと戦ったはずなのに。キリト、シノ、俺はあいつともう一度戦うよ。戦って確認したいんだ。あいつが誰であったかを。私には戦うなって言うくせ。いや、私もやつというか、デスが11歳の時、私が強盗から。そうだったのか。あの銃で人が殺されるかもしれないなんて。とてもキリト、一緒に戦って。分かった。こんにちは。BOB 本戦のフィールド、砂に覆われた孤島か。開始直後に狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとする。まずはシノンを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。まず、キリト、遅いわね。どこかで戦闘、もうしばらく待っても来ないようなら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープ1対1。いえ、一方的に。でもすごい動き。あれはかなり強いわね。この調子ならすぐにしよう。ボロボロのマットに。武器はこの距離じゃアバター名は表示だけど、その間にあのプレイ。迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を確認するまではデスガンを倒すことだから、狙われている方を倒してみたのだけど、おそらくいけない。考えている時間はないわ。場所を移動しないと。キリト、早く来。まさかそんな。
信じられ、変装のために別アカウントを、ほらあの剣さばきはき、名前もキリコだ。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。待て、落ち着け。知ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりしたけど。安心してください、ママ。パパの戦闘力は驚き、違和感、笑い、いろんな笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ。オッケー、記念にいっぱい撮っておこう。あ、とか言ってるうちに、あれ画面、おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって、戦闘しているところだけをな、なるほど。次の戦闘は、見て、誰かが遠くから漁夫の竜を狙ってるわ。へえ、女の、伊豆さん、あの、おいおい、あのじ、シロン、待って待って、聞いてないわよ。シロンが参戦しているなんて。なんでだろう、僕も BOB 参加したかったのに。それは危ないからって絶対禁止って言われてたのに。シノンさん、この前デスガンの話をし、でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？もうシノンったら、キリト君より無茶してどうするのよ。待てなあ、録画してあるからちょっと見せてくれ。これはラフィン、おい、なんで GGO にラフコフ、わからない、わから、私キクオカさんにこのことを知らせてくる。みんなはここで待ってて。フィールドの中央というと、この辺りのシノンなら狙撃ポジションの方、多分あの辺かな。シノン、シノン、しっかり、キリトだな。ああ、そう、お前の名はスティーブ。我が名はデスガンだ。真の力で裁きを下す。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。だが、お前は決して。どういう意味だ。そこの女、お前の仲間が死ぬ姿を見るがいい。己のむ、さあ、シュッ、スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマス下でも戦闘が始まったよ。このような場は裁きを下すに、せいぜい怯え逃げ惑うがいい。待て、どういう意味だデスガン、おっと、生き残りは悪いけど、あんたの相手をしている暇はない。煙に紛れて下へ飛び降りたのか。レアなハイドスキルでも持って、シノン、ひどくは収めている。とにかく離脱するか。ごめん、シノン、俺につく。これだけ銃撃の音がしたんだ。デスガンもそれを気にしたんだろう。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。さっきもデスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、場所がバレたからすぐに移動したわ。でもさっきも突然消えたようにいなくなったな。もしかすると自分を透明化するようなガジェットの力。そうね、この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし。情けないところを見せちゃったわね。デスガンに反撃なんて考えることすらできなかった。
けど、私はやっぱシノンは弱くないよ。さっきだって見ずし、今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。キリト、一人で行くつもりなの？そんなことはない。俺だってそれでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。少しだけ寄りかく。シノン、11歳の時私は CGO に来て、銃が全く平気だと分かった時、現実世界の私もいつかトラキリトやアスナ、みんなが、でも全くダメね。だけどこのまま怯えているのは死ぬより嫌。キリト、私も戦うわ。危険だ。ですが俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君、お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもない。不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに、いや、そもそもデスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ。二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて。そこなんだよな。プレイヤーの銃弾から機構化もデスガンのアバター面を確認した後、ログを追跡して現実世界のやつを探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーってその頃の名前が分かれば、リアルの情報も SAO サバイバーは従者やあいつの名前さえ思い出せればよいって。ねえキリト、ちょっと思いついたのだけど、ザスカーならプレイヤーの住所を知って。どういう景品の送り先を。 BOB もそうだけど、景品はレアアイテムだけ。 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受けて。そういえば BOB 参加登録にシノンはまさか登録して。ザスカーのデータ素顔は私の家の場所。シノン大丈夫よ。怖いけど。わかった。それなら今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず標的を殺している。いや、正確にはあの拳銃で撃っている。攻撃力の低い拳銃でだ。メインウェポンは別に何か意味があるのだと思う。だからその制限を利用し、おそらくデスガンは俺たちの後を追跡。シノンは俺の後を追い、デスガンとの戦い。あなただけ危険にさらすことはしたくない。でも互いの能力を考えていきましょう。死ぬ覚悟はできたか？いいや、お前は俺を殺せない。俺の住所は登録していないからだ。いくらなんでも未登録。ほう。お前の、いや、お前たちの手口は分かっているぞ。ですが、俺の名は思い出せなかったようだな。お前は己のしたことを、罪を、全てを忘れようとした。俺はずっと覚えている。俺の標的はお前だ。 It's showtime。 珍しい武器だ。 GGO にそんな金属剣があるなんて聞いてないぞ。作ったのさ、スキルでな。重さも大きさもこれが限界のようだが、そんなおもちゃのように軽い剣は。これもこれでいいものさ。剣は剣だ。針のように細長い剣、エストック。確かラルコの上やつの鋭い立ち筋、あの時より格段に腕が上がっている。おとなしく自首しろ、デスガン。
警察だってバカじゃない。お前のアバター名からログを解析できる。お前は知らないかもしれないが、 SAO サバイバーの情報は全て総務省が把握している。もう終わりにしろ。です。惜しいな、クロム。お前は俺の名を。なぜそんなことを言える。俺はあのた、お前は俺の。ここで俺に倒され。グレネード行くぞ。これでどうだ。行くぞ。ああ、遅いな。くらえ。約束の時が来たようだ、お前との。そう、お前とは、オリジン。そうだ、ほう、それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う。討伐隊として。俺はあの時、そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ。俺は本物の殺人者だ。生き残るためだけに殺したお前とは、偽りの力を振るうお前に裁きを与える。決して忘れられない。昔アスナから話を聞いたことがある。バーフコルフの幹部である黒の装束の毒ナイフ使い、そしてもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪と。どうした。もうこのまではどうにかして。ザザ、赤目のザザ、それがお前の名前だ。キリト、これで終わりだ、ザザ。名前が分かった以上、すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラビン・コフィンの殺人は、これ…まだ、終わらない。終わらせない。あの人…終わったのね。ああ、奴の名前は分かったんだ。だけど、共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。ログアウト、ね、そうだな。参ったな。モニターの前の観客は二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど。お土産グレネード、負けそうな人が巻き添えで死に岩にグレン、ほらこれあげる。
推理通りなら、さっベッドの下とかに隠れてないよね。誰？浅田さん、BOB 優勝おめでとう。進化。ごめんね突然。でもお祝いしたくてさ。ちょっと待って、今開ける。その辺に座って、お茶くらいしか。気にしないで、疲れて。大会前に話をしたよね。BOB。ああ。浅田さんは。どうしたの？ねえ、僕じゃダメなのかな？僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、なんて、あいつと一緒なんだよ。新川くん、ね、浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければ。動いちゃダメだ。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫。僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わって。浅田さん、浅田さん、浅田さん、好きだ。ずっと憧れ。覚えているかい？図書館で銃のカタログ、僕はすでに知っていたんだ。街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている。愛してるよ浅田さん。愛してる、愛してる浅田さん、浅田さん、浅田さん、浅田さん。シナ、聞いた。シノンさん、シノンずるいよ。僕も勇気。でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。みんなごめん。驚いたわ、 BOB にシノンが出ているのを見たとき。ごめん、でも言えばきっと。だかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。あなたが無事で本当。パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさい、キリト。 B.O.B. ありがとう。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。ストレア、キリトにあんまりだって。ねえキリトくん、あの女の子も。やめてくれよ、あれは永久封印だ。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの？もっと。その菊岡さんだけど、デスガンはあいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。ま、そうだな、俺も驚いたよ。これは気候家からの話と俺の推理も混じっているんだ。デスガンは二人いたんだ。その一人は新川教授。ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前の。そしてもう一人が教授の兄、新川翔一だ。そいつ赤目のザザ、あのエーストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた旧幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの？ことの発端は結構複雑なんだ。気候家新川兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の SAO 事件のこともあり、後継ぎ候補は教授になり、厳しく。でも教授の成績は伸びず、そんな中でも翔一と特に教授は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から。そうだったの、模試の結果に。そして新川兄弟は GGO で、教授はシュピーゲル。でも何度か見かけたことがあると思う。翔一はステレベン、
これはドイツ語だったらしいな。意味は死。なんでそんな名前をつけたのか。さあ、予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけはわかった。それがあのボロマントだ。あのマントは翔一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル公愛局。おいおい、そんな。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用して、そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はその頃、キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を、その話の中でデスガン計画がちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードと薄塩タラコを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も真剣に捉えなかった。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思って。新川兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。新川君は、そして翔一は俺を狙っていた。え、じゃあデスガンの仲間がうちに。いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。俺は住所も登録してなかったしな。何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。記憶を封じ、目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた。キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから、もちろん私も。シノン、ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど。お兄さんの方はよくわからないけど、進化トッププレイヤーになりたい。それは強くなりたい。現実世界で教授君はとても辛そうだった。俺たくさんの時間をつぎ込んで、それは単なる現実逃避かもしれない。でもうまくいかなくて、彼は次第に渡ったけど、その根源にある気持ち、それは。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、気候課に伝えておく。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。嘘の可能性もあるけれど、俺はチッコの件は引き続き気候課持っている。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、クレハもゼリスカもイツキもいないのか。じゃあアバシスさんに。ああ、内容は極秘だから、時間があるときに俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。わかりました。おかしいです、このエラーは。なんだって。他のみんなは。無理よキリト君、 GGO のシステムでは相手がログインしている。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れ。聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら。そうね、私も GGO のリアルの情報なんか聞かなくても問題なかったからな。ユイ、アファシスがどうなっているか。しやってみます。ストレア、プレミアさんも。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある。私も手伝う。あ、町に出てクレハさんたちを探す。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいて。